ということで、今から1時間勉強していきたいと思います。はーい、スタート。よし、これだってあれだもんね、カットとかしないんだもんね。うん、あれ、じゃあ授業中だから喋っちゃいけないんだよね。あ、そこだよ。すいません。やばい、字上手くなりそう。はるかの難しそうな感じいっぱいだね。うん、アホなんて漢字の愛だよ。愛、愛って結構難しくない？本にとって難しいと思うよ。まあまあ、あとあれ書き順もちゃんとやってるから、この生活チェックとか、うん、昨日は何時頃寝たかな。8時、9時、10時それ以降で前書かなくていい。うん、いい。うちらが集中力持つかで、いや、それは本当に思うよ。でも画面越しのみんなと一緒にやってるから大丈夫。お、感情食液体。うわ、テストあるの？聞いてない。謎にテストあるんだけど、練習だけかと思ってた。それ無理無理、超気抜いてた。間違ってたら相当はずいよ。小学生の問題やってるんで、ちなみに。圧力。衛星。そうでしょ。これただ書いてるだけじゃダメだわ。さ、文字書くの好きなタイプなんだよ。だから楽しい。そうなの。うん、計算とかよりかはね。え、国語、数学、社会みたいなちょっと何が一番好きだった？どれが得意？英語とか。でも漢字が一番好き。いや、 やばいぞ。あ、やばい。
なんか謎って書くと自分の字の丸さがめっちゃわかる。みんな喋っちゃいけないの？あ、そっか。気を紛らわしちゃうから。やばい。遠藤さん、そう、君赤で何これテストじゃん。あ、なんかだってこれテストじゃない。それテストじゃないの。
忘れた。テストやばすぎ。ペースとしたのがいいじゃん。やばい、うん、こんなにある。手が疲れてきたよ。丁寧に書くことを心がけてね。課題課題課題。
もう30分経ったかな。クマ、あ、
やだ。ペンギンの夢。やだよ。考えるやだ。やだ。まだ15なの遅っ。真剣にやってるんです。誰かさんと違ってこちらは適当にやってるもんじゃないんで、ね、あんなにとことこ書いてた真剣にやってるんです。
するよね。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。これを見て毎日勉強時間頑張ってください。以上チェゴでした。バイバイ。この後休憩だよみんな。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。みんなこれを見てぜひ一緒に勉強頑張りましょう。まあ勉強ほどほどにして休憩も挟みつつ自分のペースで頑張っていきましょう。バイバイ。明日も動画出るよ。